質問させていただきます。あ、はいはい、はい、じゃあ、OK? レコーディング？OK。ちょっとお店の名前とお名前を。あ、店の名前ですか。はい。京屋です。京屋さん。京都の京に、はい、屋根の屋で、京屋。京屋さん。はい。はい、で、私は奥村です。奥村さん。はい。はい、で、今回のお店の方での主なダメージっていうのは、やっぱりその壁とか、家周りが。そうですね、お店に対して、あとは商品です。商品自体が、商品がもうシルクなんで、はい、結局例えば洗って元に戻るような状況は、こんな、これはもう売り物になりますの、はい、で、はい、一応は捨てきれず、泥を取って、こういうふうにしてますけど、売り物にはならない。はい、これは、仕入れられて、それを売られるお仕事ですか？そうです。はい、京都とか、はい、から産地から仕入れて、はい、まあ、問屋さん通して、それを販売する。はい、なるほど、なるほど。で、現状、昨日言ったように、はい、まあ、震災っていうか、地震前も、はい、なかなか厳しい状況なので、はい、でこれからこういう着物っていうのは、はい、趣味、生活になくても、はい、まあ、日本の文化なんですけども、はい、なくても、まあ、いいような、はい、文化になるんで、そこでその業種をプラスアルファしていかないと、はい、なかなか厳しい。お店の再建とプラスアルファ新しい方法ということですね。そうですね、はい、アイテムを何か足していかないと難しい、うん、まあ、それにしてもこのままほっとくわけにいかないんで、はい、それなりの修復はしている。はい、何をするにしても、はい、修復をしなくちゃならない、はい、それにプラス今段差こんだけありますよね、はい、段差なかったんですよ、歩道との。おお、こんだけ歩道が落ちちゃったんで。歩道が落ちたんですか。落ちたんですね。結局これをどういうふうに国とか、そこをクリアしないと、いくらここだけこう綺麗にしても、ね、昨日の話と一緒なんですけども、はいはい、なかなか難しいですね。それいつこれをどうするかっていう、具体的にいつ決まるかっていうのは全く見えないと思いますか。見えないですね。結局全壊地区になったとはいえ、はい、建物が残っちゃってるんで、はい、一番難しいところじゃないですか、国の方も。はい、逆にも台湾で全部潰しちゃって、はい、建て替え、はい、防災を含めた建て替え、はい、できればいいかなと。はい、おたんちょっと出てけね。伊沢さん。そうだ、もう、どうも。ちょっと待ってね。具体的に言うと、やっぱり畳と壁、そして商品という三段構えで、うちの場合はですね、はい、まずお店を作り直す、経営にしないと、はい、それと、まあ、そこを作りにしても、まあ、これだけのこう、これくらいの高さの上がりがあったんですよ。で、畳なんで、はい、座売りって座って、はい、畳の上で商売するみたいな、はいはいはい、それ木の段というか、そうそう、木の段があって、それ全部、はい、そっちはもう普通の和室だったんで、はい、畳を全部外しちゃって。畳って何枚ぐらい必要なものですか？ここで、ここで80、何枚？20枚くらいですね。20枚くらい。結構畳の、さっきのお蕎麦屋さんとかもやっぱ畳入ってますね。はい、そうですよね。畳がすごく入らないって聞いたんですけど、なかなか資材はないんでしょうか。いや、畳はね、あるんです。あるうちのラインでは持ってるんです。はい、はい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 。ただその前にここをどういう風な店作りをするかっていうのは、まあ、そこですもんね。それを考えて闇雲に例えばほらそういう支援があるっていうことで、闇雲にこうこうじゃなくて、物が来てもね、はい、例えば今この段階でもしそういうことができるんであれば、はい、その穴開いた壁とここをこの壊れた壁の修復とか、そういう、はいはい、This is the most critical one。 この壁ですね、うん、はい、
でかもちろん壁紙もこれも使い物になるので、はい、壁紙天井ですし、はい、で今後の、はい、あの用事あのアイテムビジネスのアイテムによっては電気設備機がこれから違う変わってくる。ああそうですもんね、はい、ただそれはまたその時の段階であって、はいはい、今はやっぱりどうしようかという、まずきれいにすること、まずそうですね、壁と天井と穴と壊れたところの修復、はい、っていうところが一番、なるほど、ね、この壊れたところの修復というかその具体的な人材、人みたいなのが足りてますか、はい、人みたいなのが足りてます、人手みたいなものが足りてますか、直すにあたって。あ、今ですか、はい、人は大丈夫です、ね、あ、なるほど。結局あの今あの人手っていうのはボランティアさんとか、うん、ただこう直すにあたっては、例えばこの壁なんかも全然ダメですし、もうこういうの全部その国の補助、援助外、それが援助外なんです、店舗は。そこが問題なんです。不思議ですよね。住居兼店舗、はい、でその線引きっていうのが、あの市のこの間のほら話 で、はい、で、ここは店舗じゃないのっていうことで、それは出ませんとか。そう、わけわからないですね。住居だったら住むためのとしての、 あの予算支援は出しますけど、だからあの農業、水産業、いろいろありますけど、はい、その商業っていうことに関しての保障がすごく今の日本は低い状態だと思います。結局売上例えばいくらだったからその保障があるが全然ゼロだし、はいはいはい、ましてや一番ひどいのはテナントさんが、もう全然何の支援がないと。はい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 。店テナントで入ってた人は住居でもなく、それに対する保証が全然ない。それもかわいい、ひどいですよ。昔の話ですよね、はい、商業というのが一番、はいはいはい、でまして逆に飲食店っていうのは自分とこの味持ってるんで、はい、まあ、何らかの形でやれば、はい、ガス代やれば食うけども、はい、うちの物販っていうのは、うん、なかなか待ってましたっていう状況はないですよね。あ、なるほどですね。うちで着物を、はい、仕入れました、うん、着物を着たいって言って、はい、すぐ買う人、まあ、高額だし、はい、被災してる人も多い中で、はい、着物は着なくてもいいっていう、あ、まあ、それはまた別ですけども、うん、その店舗として今後あのやっていく上ではやっぱりそういうあの商品アイテムを増やすことと、うん、うちにとっては、はい、まあ、どこの店作りのことですよね。ですね。例えばその、まあ、インターネットを通したのかなんか分からないですけど、海外のお客さんとかが逆に、まあ、日本のいいものだっていう、確かに海外ですごく人気はあるんで、そういった人がなんか物を買えるような新しいニーズみたいなのがあればそれはすごく、そこはまあその選択肢はいっぱいある中で自分がどういう選択肢を選ぶかっていうところは、まあ早めにとなかなかない頭を使わないといけないんでね、大変なんです。なるほどなるほど、分かりました。じゃあまずは場所をきれいにするというところから、それが最初ですね、はい、できることが多分この町の人たちも多分それで足踏み、これで廃業するとかやめるとか、それが例えばその設備投資にしろ店舗にしろ、あのそういう支援のもとでできるんで、お金をもらうんじゃなくて、はい、それをやってもらう、うん、やってもらうってそういう形になれば、はい、もう一歩次に前進しようかなっていう気持ちは多分あると思うんですよ、はいはい、ここで全部ゼロからマイナスから自分でそういう保証がない商売の中で、自分で直して、うん、買って直してって、いやできないですね。本当にそうですね、そんで年齢層も今高いですよ、はいはい、皆さん若い人たちは仙台とかあっちとかに行かれるんですか、子供とかは。いや、そういうわけじゃないですけどね、やっぱり20代30代が圧倒的に少ないです、うん、少ないです、で50代60代、はい、ましてや60代の、うん、で今から2000万借金して店直してできる、うん、できない、ただ商売やりたい、うん、
っていうところが一番の、はいはい、単純にだから村にもっと若い人が来るとか、あの町に来るとか、あとはもっと人口が増えていくとか、逆になんかそうですね、ただ自分の商売を通じてやるっていう人が、うん、身内にいれば一番いいんでしょうけども、そうですね、なるほどなるほど、で一番この商店街 の問題はそこだと思う、うん、だから昨日お金というのは、はい、そのお金を何に使うかっていうのは、はいはい、まあまあ、極論で言いましたけど、はい、あの何に使うのか、こういうのを直して元のある程度の形を作るっていう、うん、その意味のお金だと思って、ま、ですね、はい、それを食べたり、はい、飲んだりするお金ではないと思いますね。わ、はい、かりました。あのこの町として商店街としては一番それが、うん、結局あの市とか国がそこを保障してくれるんであれば、はい、そう結局貸付制度じゃなくて、はいはいはい、ある程度支援しますよって言うんであればいいんですけど、住宅に関してはある程度はありますけども、はいはい、こういう店舗に対しては一切ほとんどない状態。でも生活の基盤はここにあるわけですからね、そういう商いになるわけですから、ね、そうなんですよ、だからテナントさんが一番大変です。いやテナントさんは何の店の保証もなく、はい、店の修復費も自分で出さなくちゃある程度、はい、まあちょっと出ても結局はその中では収まらないですよね。いや絶対収まらないですよね、うん、そういう状況の中でみんなあのビジネスをするっていうのは、はい、あの二の足を踏むというか進まない原因の一つでもあると思う、はい、まあそれがほとんどじゃないですかね。じゃあその根本的な解決っていうのはどれくらい近いあるかわからないですけども、ちょっといろいろ考えて、おそらくいろんなものがあると思うんで、ちょっとそれをご提案させていただきまして、そうですね、はい、まあ、そういうことなんで、わかりました。あの僕言った理由がほとんどのお店共通してるところだと思うんですよ、はい、だからこの店を元に戻すっていうのはだけではもう次復興にはならないので、次へのステップアップするように戻さなくちゃならないということですね。わかりました、はい、そういうことなんで、ありがとうございます。じゃあよろしくお願いします。ありがとうございます。どうぞどうぞ、行くぞ。じゃあどうもどうもありがとうございました。